1915年頃のライロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントとはイギリスの研究施設直訳で王立航空機関だが王立航空協会や王立航空研究所などと訳されることがある一時はイギリス国防省の会組織でイギリス空軍やイギリス海軍に発注された航空機はライで必ず検査されたハンプシャーのファーンポロに気球を製造する バルーンファクトリーが設けられ、1911年にロイヤルエアクラフトファクトリーへ名称を変えた。ファーンボロでイギリス陸軍飛行船ナンバーワンなどサミュエル・コーディによるイギリス初の航空機の飛行が成功した。第一次世界大戦では RAFSE5 をはじめとするイギリス陸軍航空隊向けの航空機が開発された。1918年にイギリス空軍の設立に伴い、 ロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントへと名称を変えた。1946年にはベッドフォードシャーに移転した。マーリンエアクラフトエクスペリメンタルエスタブリッシュメントは第二次世界大戦の始まりの頃にライト合併した。そしてサフォークのフェリクス島からスコットランドのヘレンズバラに移転した。第二次大戦中にはロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントのベアトリス・シリングが ロールス・ロイス・マーリンの欠陥を克服するのに成功した。戦後は1960年代頃までロケットプロジェクトを行った。それらにはイギリス初の人工衛星投入に成功したブラックアローがある。1988年にロイヤル・エアロスペース・エスタブリッシュメントに名称を変え、1991年には他の研究機関と統合され、 ディフェンスリサーチエージェンシーとなった。1995年には国防省の他組織と合併され、ディフェンスエボリューションリサーチエージェンシーになった。2001年に組織の一部を民営化されることとなり、国営のディフェンスサイエンステクノロジーラボラトリーとキネティックになっている。ありがとうございます。